皆さんこんにちは。韓国語講師のこのみです。この動画では今日から新しく始まったシリーズのボリューム0と題して、第1弾よりも前のこのシリーズの使い方についてお話をしています。皆さんも周囲でポッドキャストを使って韓国語を勉強してますなんていう話を一度は聞いたことがあるんじゃないかと思います。ポッドキャストはいわゆるラジオのような耳で楽しむコンテンツなんですが、それが昔は iPod で聞くことが多かったので、 iPod の Pod とブロードキャストのキャストでできた造語なんですね。韓国の最大手ポータルサイトであるネイバーで Podcast と検索をしたり、もしくは App Store や Google Play で Podcast と検索したり、YouTube でもハングルで検索をすると、いろんな方がおすすめのポッドキャストを紹介しているので、そちらを参考に勉強に役立てるのもいいでしょう。そんなポッドキャストに私のチャンネル名ココチャンネルを組み合わせたココキャストシリーズが今回の聞き流し用のコンテンツになります。大きくは初級者用と中上級者用の2つに分けてアップロードする予定ですが、テーマによっては話自体が難しくなって、初級者向けの表現や文法だけではお話しできないこともあるかもしれません。そんな場合にだけは中上級者用のみのアップロードになることもありますが、内容に合わせて厳選してお届けしていきますので、その点はあらかじめご了承ください。今回は第1弾ということで、初級者向けのコンテンツを味見程度に短くご用意しました。まずはテーマを日本語で説明した上で、韓国語をゆっくり話していくので、予想しながら聞いてみましょう。その前に一つだけリスニングに関する私が一番大切にしているポイントをお話しさせてください。例えばリスニングにこんな文章が出てきたとします。저는한국음식을좋아해요。특히작년에먹은돼지껍데기가정말맛있었어요。この文を聞いて、돼지껍데기の껍데기ってなんだろうという疑問が浮かんだとします。こんな時聞き取りが伸びないと悩んでいる人の多くがやってしまいがちなミスが、この聞き取れなかった単語の部分に執着してしまうことなんですね。ここで大事なのは껍데기が何なのかではなく、この人は韓国料理が好きで、特に去年食べた何かがとっても美味しかったという話をしてるんだな。まあそれがどうやら껍데기という名前の何かなんだなという話の要点を汲み取ることです。そうすることで少なくとも後に続く話を予想しながら聞き取っていける可能性が高くなるわけですね。もう一つそうする理由について、聞いたことのない単語を予想して当てるということは、よほど韓国語に対する理解が深まっていない限りほぼ不可能に近いことなんですが、文章全体から言おうとしていることを大まかにでも予想するということであれば、初級者の方でも可能性があると思いませんか？なのでリスニングをする際には、木ではなく森全体を見るように、単語に執着しないということを意識して挑んでみてください。特に私のチャンネルをご覧の方は、会話力を上げたいと思っている方が大部分だと思うので、皆さんがリスニングを鍛える理由は、あくまで相手とのコミュニケーションをスムーズに取りたいという思いが根本にあること。これを常にイメージすることで、一人で行う練習でもより実践に近い気持ちでたくさんのことを吸収していけるはずです。実際の会話では文脈や表情や声のトーンなど、あらゆる方向から言おうとしていることを把握した上で、さっきの껍데기のようなわからない単語は相手に聞き返したり、もしくはドラマや映画などのセリフだったらメモをしておいて後で調べるということができますよね。あくまでも実践ありきの練習です。というわけで、早速リスニングを行ってみたいと思います。今回のテーマ、初めて尽くしの2021年と題しまして、私の2021年を振り返るお話を韓国語でご用意しました。まずは聞いて、その後いくつかヒントを提示します。その後で最後にもう一度聞いてみましょう。画面には次の通りに字幕をつけておきました。1回目は韓国語のみ、ヒントの提示をするときには日本語字幕をつけました。
そして3回目は韓国語と日本語の両方が表示されますので、それぞれの勉強スタイルに合わせて画面を見るなり、もしくは隠すなりしながら活用してみてください。それでは参りましょう。새로운도전으로가득했던나의2021년작년2021년을돌이켜보면처음해본것들이많았어요그중에서도처음으로돈주고배운게두가지가있는데요하나는웨이트트레이닝이고또하나는그림이에요1대1로개인 PT 를3개월동안받았어요매일매일의자에앉아서 PC 작업을해서그런지항상허리나어깨가불편했는데운동을하니까거짓말처럼통증이사라졌어요그리고스스로근육을키울수있는방법을배우니까집에서도간단한운동을할수있게돼서너무좋았어요두번째로배우기시작한그림은연필로그리는그림인데요약5개월동안기초를탄탄하게배웠어요어렸을때부터그림을배우는게꿈이었지만계속먹고살기바빠서저에게그림을배우는일은사치스러운일이었는데서른넘어서어릴때꿈이이루어진것같아서화실을갈때마다너무나행복했어요그리고직업적으로는한국어학습자를대상으로한커뮤니티를오픈하고그것과는별개로처음으로그룹레슨도진행을해봤어요둘다처음시도해보는일이라서긴장도많이하고두려움도많았지만끝나고나니까정말많은성장을할수있었고정말하기를잘했어요그외에도수많은처음이있었지만오늘은일단여기까지하겠습니다いかがでしたか？次回以降アップロードされる本編ではこの後にヒントを提示する流れになります。今回は一部だけ聞いてみましょう。例えば簡単な韓国語でのヒントを提示することもあります。こんな感じです。본문장에는처음해본것이두개하고일로써처음해본것이두개가나왔어요그것은뭐였나요こんな感じです。単語のヒントも聞いてみましょう。단어힌트도들어볼게요。2021년을돌이켜보다。2021年を振り返る。2021년을돌이켜보다。돈주고배우다。お金を払って学ぶ。돈주고배우다。ウェイトトレーニング、ウェイトトレーニング、筋力運動ですね。ウェイトトレーニング、근육을키우다、筋肉を鍛える。근육을키우다、기초를탄탄하게배우다、기소をみっちりと学ぶ。기초를탄탄하게배우다。처음시도해보다하지메테담에시테미르처음시도해보다こんな風にヒントを聞いた後最後にもう一度再生される音声を聞いてリトライしていただきます今回は省略しますのでリトライしたい方はリスニングのチャプターに戻って行ってみてくださいねさてここまで大まかな流れを説明してきました今回の文章だけでもたくさんの文法やネイティブならではの表現が使われていますのでぜひ余裕のある時に字幕を参考にして学習にお役立てくださいというわけで今回ご用意した内容はここまでとなります次の動画でまたお会いしましょうアンニョン